如来の左岸を尋ねれば、苦悩の有情を捨てずして、エコーを主としたまいて、大悲心をば成就せりと、ナマンダブツ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 。改めまして、こちらの動画にお参りいただき、皆様ありがとうございます。仏教には数多くの仏様がいらっしゃいます。そんな中、私ども浄土真宗のご本尊様はこちらにいらっしゃいます阿弥陀如来様という仏様であります。阿弥陀如来様、私たちは普段親しみを込めて阿弥陀様と申し上げております。皆様は阿弥陀様の阿弥陀というお言葉の意味をご存知でしょうか。実は阿弥陀様の阿弥陀という言葉はインドの古い言葉が由来となっております。インドの古い言葉、2つのお言葉があります。アミターバとアミターユスという2つのお言葉です。一つ一つお話しさせていただきますと、アミターバというのは無限の光、限りない光を意味いたします。限りない光、それはありとあらゆるどんなに離れた空間であっても至り届く無限の空間を表します。阿弥陀様がお持ちでいらっしゃる光、その光はどんな離れた命であっても至り届く、離れた場所にあっても阿弥陀様のお働きがどこまでも届いていくことを表します。私たちは光と聞きますと、今こちら私どもの寺宝徳寺の本堂を照らす電気の光、さらには今日はちょっとあいにくの天気なんですが、晴れた時には太陽の光、夜になると月の光が現れ出てまいります。ひときわ強く私たちに印象があるのは太陽の光です。太陽の光はこの世界のありとあらゆる命、人間である私たちの命も育んでくださいます。しかし太陽の光というのは光の量に限界があります。というのも太陽の光は何も一日中私たちのことを照らしてくださるわけではありません。ましてや太陽の光というのは、例えばですが地下の空間には至り届くことができません。地下の空間にあらゆるものが光を遮ってしまうからです。遮ってしまうものによって届かない光がございます。その中に太陽の光はどうしても含まれてしまい、同じように月の光も日中は太陽の光のみによって私たちは照らされており、月の光というのも夜にのみ私たちを照らしてくれます。阿弥陀様の光というのはこうした太陽や月を超えた光、超日月光というお言葉で
親鸞聖人がお書きくださいました「お正信偈」にもこちらの方「朝日学校」という言葉がこちら伝わっております。太陽や月を超えた光、その阿弥陀様の光というのは何者にも妨げられない。私たちが抱える煩悩というものも決して妨げられることがない。どんな場所にも至り届く無限の光を阿弥陀様の光と申し上げております。その言葉を阿弥陀婆というお言葉で表しております。そしてもう一つ、阿弥陀ユスというお言葉があります。こちらは無限の命を表します。阿弥陀ユス、限りない命。命というのは私自身も、そしてこちらの動画にお参りいただいている皆様もお持ちでいらっしゃると思います。この世界に生きるありとあらゆる命には必ず生きている以上いつかは死が訪れます。限りある命、時間が有限であるのが私たちという存在です。しかし阿弥陀様という仏様は私たちが持つような限りある命ではございません。無限の命、限りない命をもって遠い昔から現在、そして遠く離れた未来でも阿弥陀様はいらっしゃいます。阿弥陀ユスというお言葉に表される阿弥陀様の命、それは有限である私たちの命とは反対の限りのない命を阿弥陀様は生きていらっしゃいます。こうした阿弥陀様のお名前に込められた2つの意味、阿弥陀婆というのは無量の光と書いて無量光、阿弥陀ユス、限りない命は無量寿というお言葉で表されます。では阿弥陀様はなぜこのような2つのお働きをお持ちでいらっしゃるのか。実は阿弥陀様ご自身が自分が限りのない光を持つことを、限りない命を持つことを願われたからであります。阿弥陀様は遠い昔、ありとあらゆるすべての命を悟りの世界へ生まれさせたい、自らのお浄土へ仏として生まれさせたいという思いから48人も及ぶ願いをお立てくださいました。私どもは阿弥陀様が立ててくださいました願いを本願と申し上げます。その48の願いの中に阿弥陀様は自らが限りない光を持つこと、限りない命を持つことを願われたのです。そう聞きますと、私たちは今その私が申し上げましたお話がなければ、限りない光を持つ仏様、どんな場所にも至り届く仏様、限りない命を持つ仏様と聞くと、なんで阿弥陀様だけこんなにすごい能力をお持ちでいらっしゃるんだろう、そんなにいろんなとこにも行けてどんな時代にも生きていられるなんて、なんだかちょっとずるいかなと思っちゃうかもしれません。ですが何も阿弥陀様は自分のために無限の命、無限の光をお持ちでいらっしゃるわけではございません。今私が申し上げましたように、阿弥陀様が立てられた願いというのは、阿弥陀様が自分のために立てたわけではなく、この世界の苦しみ悩むすべての命を助け出すために、無限の光、無限の命という力が必要であったからでありました。浄土真宗の宗祖親鸞聖人は、
阿弥陀様のお念仏の教え、他力のお念仏の教えがどんな時代であっても衰えることがない尊い身教えであることを表すために、正蔵末和讃というお書物をお書きくださいました。私が最初に申し上げましたお言葉、如来の左眼を尋ねれば、苦悩の有情を捨てずして、エコーを主としたまいて、大悲心をば成就せり。こちらのお言葉を現代語訳版からも味わわせていただきます。阿弥陀仏が願いを起こされたお心を尋ねてみると、苦しみ悩むあらゆるものを見捨てることができず、何よりもエコーを第一として大いなる慈悲の心を成就されたのである。今私が読ませていただきましたお言葉の中にも、阿弥陀様が願いを起こされたお心を尋ねてみると、その理由というのは、この世界の苦しみ悩むあらゆる命を見捨てられなかったからであるという、親鸞聖人のお心がお示しくださっております。そして大いなるお慈悲のお心、誰一人取り残さず、誰一人見捨てることなく、悟りの世界、お浄土へ生まれさせたいという阿弥陀様のお心はすでに成就され、エコーを第一として私たちに働きかけてくださるといいます。本日は五和讃の中にありますエコーというお言葉に、少しエコーという言葉について皆様とご一緒にお味わいをさせていただきたいと思います。エコーという言葉、回し向けるという漢字のように表されておりますが、こちらは巡らし向けるという意味であります。本来であれば、この世界、苦しみ悩み多い世界に生きる者が悟りの世界へ生まれるために、自らが厳しい修行を重ね、苦毒を積むことで悟りの世界へ仏となって生まれさせていただけることを、自らの力を仏様の方へ向けることをエコーと申し上げておりました。しかし、ここで言うエコーというのは、私たちが仏様に向けて自らの苦毒を差し向けるわけではございません。その反対に、自らではとても苦毒を積むことができない、自らの抱える煩悩を捨て切ることができない私たちのために、阿弥陀様がその私たちのために苦毒をこの世界に生きるすべての命に向けてくださっておられる。阿弥陀様が何万陀仏のお念仏、声の仏となり、その働きが今ここに私たちのもとに至り届いてくださっている。自らが仏になることをさておき、まずはこの世界で苦しみ悩むありとあらゆる命を助け出したいという阿弥陀様の大いなるお慈悲のお心を表すのが、エコーを主としたまいてというお言葉であります。では阿弥陀様はこの世界に生きる私たちをどのようにご覧になられているのでしょうか。数年前、私は京都の伝道院という場所で、あらゆる僧侶の先輩方と共に布教師になるための勉強をさせていただいておりました。その中で伝道院での講義の中に、自らが文章を書いてあらゆる人々に自らの思いを伝えるための、そうした練習をするための講義がございました。先生は私たちに
ある課題をその時に提示したんです。皆さん、自分の性格を40字ぴったりにまとめて、周りの人々に自分の性格を伝えられるように40字作文を今から書いてみてくださいと先生はおっしゃられました。40字作文、その言葉の通り40字ぴったり、句読点も含めて40字ぴったりの中にそのテーマに合わせた文章を書いていくというものであります。この時のテーマは自分の性格、自分の性格を周りの人々に伝えるために40字を持ってその性格を伝えてみてくださいという課題でありました。やってみるとこれは意外と難しいんですね。ちゃんと深く深く自分の性格をみんなに伝えようとすると40字には収まりきらないんです。反対にできる限り簡単に簡潔に自分の性格を伝えようとしすぎると40字にはたどり着かないんです。なんとか試行錯誤をして、私は自分の性格を他の人に伝えるための40字作文を書き上げました。その後です、先生は私たちに、それじゃあ何人かの方に目の前のホワイトボードにその作品を書いてもらいましょうと先生はおっしゃられたんです。私は驚きました。というのも、その何人かの方に私も選ばれてしまったんです。まさか周りの人に自分の書いた作文を見られるとは思ってもみなかったんで、恐る恐る私はホワイトボードに自分の作品、自らの性格を書いていきました。その性格というのが、せっかくなんでご紹介させていただきますと、私は小さい頃から負けず嫌いで、勝負に負けるとその悔しさをバネに努力する性格です。これ全部合わせて40字ぴったりなはずです。あ、皆さん今ここでやる必要ありませんが、ちゃんと40字ぴったりかどうか確認しなくていらなくても結構ですから、この40字作文やってみるとなかなか奥が深いんで、このお話を聞いていただいた後によかったらやっていただきたいと思います。さて、お話をちょっと戻しますと、私はその自らの性格を書いた40字作文をホワイトボードに書き上げました。周りを見渡すと自分と同じように自らの性格を40字にまとめた作文がずらーっと並んでいます。それがまた私の作品と比べると非常によくできているように思うんです。あの人の作品はすごいな、自分なんかより綺麗にまとまってるな、あの人もすごい、そうだよな、あの人はこんな性格をしてるもんな、あの人の性格はちょっと分かりにくいかな、などなど、私自身は勝手にいろんな人たちの個性ある作文の数々を品定めしちゃっていたんですね。そうこうするうちに先生は、それじゃあ順番に皆さんの作品を見ていきましょうと赤ペンを取り出したんですね。それを見た時に、私は普段見てるテレビ番組をついつい思い出してしまったんです。そのテレビ番組というのが、芸能人の方が俳句や絵画、さまざまな作品をテーマに自分の作品を専門家の方に査定をしていただく。専門家の方は作品ごとに才能あり、凡人、才能なしと、まあ、それぞれ査定を下していくんですね。私はその番組が好きなんでついつい毎週見てしまっているんですが、私は先生が赤ペンを持っているその姿を見た時に、ついついその番組のことが頭をよぎってしまったんです。ああ、もうダメだ、自分の作品が査定されてしまう、
そう思っていくうちに、早速最初の作品が私のものだったんです。先生は私の作品をじっくりとご覧になられていました。すると、あ、伊藤さんの作文よくまとめられていますねと、先生は私の作品を褒めてくださいました。そして先生は自分がご自身がお持ちでいらっしゃる赤ペンでもって私の作品に花丸をつけてくださいました。それを見たとき、私はもう一安心いたしました。ああ、よかった。才能なしと言われなくてよかった。そんな風に思っていくうちに、どんどん他の方の作品をみんなで見ていきます。そうなりますと、私はあることに気づいたんです。先生は順番に作品を見ていく中、誰一人としてその作品の悪いところはおっしゃられなかったんですね。この作品はダメですね。この作品はここはいいですね。いい悪いを区別することなく、そのそれぞれの方が書き上げた作文のいいところを褒めてくださった上で、すべての作品を気づいたら花丸をつけてくださっていたんです。それを改めて見返すと、ホワイトボードそれぞれに書かれた作品すべてに花丸がつけられていました。先生は決して私たちの作品の良し悪しを査定しているわけではありませんでした。私たちの精一杯書き上げた作文、その作文のありのままに見てくださった上で、すべての作品に花丸をつけてくださったんです。その姿を見たとき、私はなんだか恥ずかしいような、申し訳ないような気持ちになったんですね。対して私はと言いますと、自分の作品と他の方の作品の良し悪しを頭の中で勝手に比べていたんですね。いわゆる自分の中にある物差しを持って、あらゆる人々の作品の良し悪しを測ってしまっていたんです。あの人の作品はいい、優れてるな、あの人の作品は自分よりはちょっと劣ってるかな、などなど、そういった形で自分の中心に見た私の目線というのが、なんだか申し訳ないような思いに駆られました。それと同時に、先生がお持ちでいらっしゃったありとあらゆる作品をそのままの姿で、そのままの作品を素晴らしいと言ってくださった、何事も平等の目線で見てくださった先生の姿が、とてもありがたいことのように思えたんです。もちろん切磋琢磨をすること、周りの人々と競い合うことは、自分の能力を向上していく意味で、自らや相手の人々の技術やスキルを上げていく上では、とても大切なことであります。競争が何も悪いわけではありません。しかし、すべてにおいて、例えば私たちの人生が勝ち組、負け組など、競争の最中、そういった価値観が入り込んでしまうと、どこか具合が悪くなります。何事も競争社会、成績の良し悪しで判断してしまうのが私たちの社会の構造でもあります。努力すればするほどいい結果が得られ、努力しなければその結果は、いい結果はいただけない。それが全ての断りに適用されてしまうのであれば、私自身はと言いますと、とても阿弥陀様のお浄土へ自分の力では生まれさせていただくことはできません。しかし、阿弥陀様がご覧になられている私たちの姿というのは、阿弥陀様は決して
私たちの能力の良し悪しをご覧になられているわけではございません。すべての命を平等の眼差しでご覧になってくださっているんです。親鸞聖人も20歳、20年にわたる比叡山の修行の中で、自らの力によって悟りの世界へ生まれゆく、その道を探し求めていかれました。しかし、親鸞聖人は自らの力で悟りの世界へ生まれゆく道を自分ではとても歩むことができない、その事実に気づかされたのです。やがて生涯の師である法然上人に出会われ、阿弥陀様の他力のお念仏による救いに出会われました。やがて80歳を過ぎた頃、親鸞聖人は肖像末和山というお書物をお書きになられました。その中で最初私が読み上げさせていただきました五和山にも、如来の砂岩を尋ねれば、苦悩の鬱情を捨てずして、エコーを主としたまいて、大悲心おば成就せりというお歌を残してくださいました。阿弥陀様がエコーを主としたまいて私たちに働きかけてくださるお姿、とても自らの力では悟りに至ることができない命があること、苦悩の鬱情という存在があることを阿弥陀様は見捨てることができなかったんです。自らの力によって悟りに至ることができないならば、自らの力で仏に変わっていくことができないのであれば、私自身が全ての命を助け出す仏に変わろう、全ての命をお浄土へ生まれさせる働きとなって、何万打仏のお念仏となって、ありとあらゆる命を助け出そう、そのお心から、阿弥陀様は大きな願い、大きなお慈悲のお心から立てた願いを立てて叶えてくださいました。阿弥陀様が叶えてくださいましたすべての命を救うという願い、その願いは何万打仏のお働きとなり、今ここに働きかけてくださいます。どんな場所にも至り届く、どんな時代でもいらっしゃる阿弥陀様、いつでもどこでもというのは、言い換えれば今ここに私の命に阿弥陀様が働きかけてくださるのです。煩悩がたとえ捨てきることのできない命であっても、阿弥陀様はその命を分け隔てすることなく、誰一人仲間外れを作ることなく、みんながお浄土へ生まれさせていただける道を私たちに歩ませてくださいます。他力というは如来の本願力なり、親鸞聖人はご自身のお書物の中でおっしゃってくださいます。すべての命、すべての命というのは、言い換えればこの世界で苦しみ悩む私一人の命でありました。私一人の命を助け出すために、自らをさておいて私を助け出すことを第一として働きかけてくださる阿弥陀様、阿弥陀様の願いの働きによって、今私もこうして何万打仏何万打仏とお念仏をいただく人生を歩ませていただいております。今はなかなか安心してお寺へお参りすることができない日々が続いております。ですが、また安心してみんなでお寺にお参りできることが、ことができるようになったとき、またぜひご自宅の仏壇だけではなく、お近くのお寺様、築地本願寺様へお参りいただけたらと思います。そこには私たち以外にも、同じ阿弥陀様のお働きによってお念仏申す人生を歩むようになった お浄土へ歩ませていただけるたくさんの
仲間がいらっしゃいます。人それぞれ歩む人生は異なりますが、私たちは今同じ阿弥陀様のお働きによって、こうして南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏とお念仏をいただく日々を歩ませていただいております。これからも私自身も皆様と同じようにお浄土への人生、阿弥陀様に救われゆく人生を歩ませていただきたいと思います。寛容は拝読の御文章にて、上人一流のご関係の趣は新人のもって本とせられ候。そのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて一心に弥陀に帰命すれば、不可思議の眼力として仏の方より往生は事情をせしめたも、そのくらいを一年ぽっき入症状しゅと釈し、その上の称名念仏陀如来は那往生を定めたいし、御恩法人の念仏と心べきなり、あなかしこあなかしこ、南無阿弥陀仏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 。